どうもどうもどうも、皆さんこんにちは、クーです。はい、今日はですね、ジャニーズ WEST の小滝くんの僕の好きな髪型トップ3についてお話ししていきたいなって思います。国民的弟の小滝くんなんですけど、最近は割と髪型とかってあんま変わんなくなってきちゃったのかなって印象なんですけど、まあもちろん役柄とかもあると思うんですけど、まあその中で、まあちょっと前の小滝くんだったりとか、まあ現在の小滝くんってところで自分の好きな、やっぱ小滝くんはこの髪型でしょっていうところについてお話しできたらなって思います。では行きます。まず第3位は、こちらになります。なんか本当絵に描いたような、普通の髪型なんですけど、やっぱ小滝くんには最強のルックスがあるので、うん、なんかこの小滝くんを見ても思うのが、ザ・イケメン、ザ・好青年というか、このジャニーズアイドルとかじゃなくても、例えば一般人だったりとか他の事務所の俳優さんとかであっても、こういう普通の髪型でこの爽やかさを出せるっていう小滝くんは本当にすごいなと思いますし、普通の髪なのにこんなに似合ってしまうっていうところですよね。やっぱり髪の毛もまあ長すぎず短すぎずといった感じで、まあ長いと人によってはチャラっぽくて嫌だっていう人もいますし、短いとなんか変っていう人もいる中で、まあ、これぐらいのミディアムというか本当に普通の長さっていうのはやっぱり安定的に似合ってかっこいいなって印象がありますね。続いて第2位です。第2位はこちらになります。比較的最近の小滝くんって感じがしますね。茶髪で、まあ、センター分けで、まあ、第3の時よりはちょっと髪が長いって印象ですね。僕、小滝くんと言ったら、こういうイメージがすごいあるというか、やっぱり一番安定的に似合ってて、多分ファンの皆さんとかも一番好きなんじゃないのかなと思いますね。一番、うん、この長さ、この髪色っていうのは、一番期間として長い気がするので、小滝くん史上の中で一番似合う髪型といっても過言じゃないのかなって思います。最後に第1の発表になります。第1位はこちらになります。いやー、これはプリンシパルの君への時の小滝くんなんですけど、第2位の小滝くんの時と比べて髪も金髪より、まあガチガチの金髪というかはちょっとアッシュ系の金髪で、髪の長さは第2位の時より長いですね。で、こう見ると僕第3、2、1ってどん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 あの髪の長さが長くなっていくんですけど、うん、このプリンシパルの時の小滝くんの髪型めっちゃ好きで、ちょいロン毛の小滝くんめっちゃ似合うなって感じしますね。顔もやっぱり純日本人っぽくない顔つきなので、このイケメンにはやっぱりロン毛でも似合うのかなって感じがしますね。やっぱ第一のこの髪型、髪の長さはですね、あの普通の一般人がやっても、もう絶対に似合わないのは分かってるんで、やっぱりアイドルの人たちができるからこそ、なんかこの髪の長さのレア度っていうんですかね、もう上がりますし、やっぱ僕の中ではこの大事な要素としてチャラ要素っていうのはすごい大事な要素なので。っていうのも、このチャラ要素のある髪型ってやっぱ年取っていくとなかなかしづらくなってくると思うんですね。まあ、そういった中でもこのプリンシパルの時の小滝くんの長さしっかり髪色っていうのは、まあレア度もありますし、うん、初めて見た時も超イケメンだなと思ったので、ぜひ一回ド金髪みたいな髪色もやってほしいなって思いますね。こんな高校生いたらもう終わりますよね、ほんと最高に楽しい学校生活ありますよね。はい、今日はですね、あの小滝くんの僕の好きな髪型トップ3っていうところについてお話させていただいたんですけども、ぜひ皆さんの方でもですね、まあ、前髪上げてる小滝くんが好きだよっていった意見とかもあると思うので、ぜひ皆さんの意見を教えていただけたらなって思います。はい、自分はですね、こういったジャニーズのお話っていうのを自分の思いや主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなって思います。 Mステのマイクトラブル、最高に微笑ましかったです。またね。